자, 하이쿠 준비를 제대로 잡은 것은 다 우리 예인들이 아니 애초야. 俳句によって心を結び、結ばれています皆様に、今日の、ご喜びを申し上げます。私はモンゴルから来ました、ウルジン・フレルバーターと申します。モンゴル俳句協会の会長をやっております。 마라다신 어록다비의 몽골도 하이쿠 랩미트 구청 어떻게 했겠다고 찾아서 비인 어서 인계를 말하고 와요 몽골의 하이쿠에 대해서는 아스 육구리 오하나시를 사세드리다가 시간이 되어있기만한데 ここでは 하이쿠의 소개를 하게 사세드리겠습니다 그때 얼굴도 이기 사이인데 가야함식도 어둠인 하이쿠 상서비 인슈비 하이쿠 때 두우쭉 먼저 쏘다 先ほどのレセプションでですね、素晴らしい雅楽の音楽を聴かせていただきまして、その音楽と俳句のつながりについてもお読みくださいました。最後に俳句に俳句を創始しました。この僕の在庫、在庫の電車、この設備にあるスペースに参加してます。俳句を教えるオリジンじゃなくて、私は。 心が清められるような、モンゴルでシャーマンというものがありますけれども、そういったものとも通じるようなものを感じました。俳句というものもやはり心を清めるという意味で共通するものであると思います。モンゴル俳句教科はまだ動物多分すごいっちゅう。まだ、ここに、ネイルティオルテル、モンゴルでシャーマンというものがありますけれども、ワニアは、アロスンベトルマシー、ワニアは、アロスンベトルマシー、ワニアは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 
創立の際には夏芝居の先生も、モンゴルに来てくださいまして大変感謝を申し上げたいと思います。このお別れで어휘とか도룡하이쿠주도원시가인을겸하고싶었습니다그리고좋죠では、モンゴルの、語尾に関係する俳句4句を、読ませていただきます。全身を垂れた、オスとくるぶどうぐん、ゼルビデヨダラ。羽快速のカモシカの草原、オアシスに炎が揺らぐ、これぞ蜃気楼。On the gazelle's striding step, a flame swaying above an oasis.It's a mirage. Hosen dirgelen, hot water uzerten, hu gire hai. 中空の蜃気楼に都市が見える。少年、我が家を探す。 A city appears in an empty mirage. A boy is searching for his home. 남쇼니언득나올것내수들더러ゼルビデデウィン。おしどりの卵、月桂樹の影にあり、蜃気楼を振りまく。The ruddy shellnut's egg in the shadow of a bay tree disperses the mirage. 앤더스의월간가득한두목통은허튼술스르네おとぎの国の工房、無限の大地と巡る。都市の魂が生き返る。The vision of fairy studios wandering around on a dreamy land, a town soul awakes. За баярлалаа. Ингээд надад туссан цогцолтой шигсэн баярлалаа. Мон бидний яа. Бүгдэд нь амжилт хүсье. Урлагийн ажиллагаанд бас амжилт хүсье. ありがとうございます。この大会の成功を記念いたします。